無数の招き猫がいる東京にある神社豪徳寺が海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は外国人さんが紹介する招き猫がいっぱいの豪徳寺の動画に海外が興味津々の話題です。海外素敵すぎる。お寺好きあるいは猫好きの間では密かに有名なのが招き猫発祥の地とも言われる豪徳寺。豪徳寺は縁起物の代表格の一つといえる招き猫でいっぱいです。日本では招き猫は商売繁盛の効果があるものとして有名な置物です。招き猫は昔から日本で大人気でしたが、近年海外でもラッキーキャット、マネーキャット、ハッピーキャット、ウェルカミングキャットと呼ばれ人気があるようです。もともと猫はネズミを追い払って穀物を守る仕事をしてくれる存在として大切に扱われていました。大事な農作物をダメにしてしまうネズミを駆除してくれる猫を招き入れ、猫が住み着いた家は農作物がダメにならず商売繁盛させることにつながったとのこと。このように家に猫が住み着くおかげで商売繁盛になることから、猫は福を呼ぶ動物と言われるようになりました。しかしながら江戸時代の初期には猫はあまり多くいなかったため、一般の人々が手に入れることはとても難しかったようです。そこでまるで本物の猫がいるように猫の絵が描かれた紙をお店に貼り付けたというのが招き猫の始まりであると言われています。招き猫の置物は手を挙げ人を招くポーズをしているのが特徴です。どちらの手を挙げていても間違いではなく、挙げている手の違いによってご利益の意味も違うとか。右手を挙げている招き猫は主にお金や金運を招くことに効果があるようです。一般家庭に置かれている招き猫はこのように右手を挙げているものが多いようです。一方、左手を挙げている招き猫は主に人を招くと言われています。人が寄ってくるからこそ商売繁盛につながるという意味で、左手を挙げている招き猫を購入する方もいるようです。なお、両手を挙げる万歳の招き猫は金運とお客様の両方を招いてくれると言われて非常に縁起の良いものとされる一方、万歳イコールお手上げとみなし、破産や倒産を意味する言葉を指すものとも言われ、縁起が良くないと嫌う人もいるようです。プレゼントとして送る際は注意が必要ですね。また招き猫が挙げている手の高さは高ければ高いほど遠くの福や大きな福を呼び寄せるとも言われています。そんな招き猫の発祥の地とされているのが東京都世田谷区にある豪徳寺。お堂の横に隙間もないほどずらりと並ぶ大小様々な招き猫は圧巻です。願いが成就した後に返納するとさらにご利益がいただけるとも言われており、締め切っている招き猫の数だけ願いが叶っているということを考えると、それだけでも縁起のいいスポットと言えそうです。豪徳寺は江戸幕府の重臣井伊家に縁のある大変由緒あるお寺でも、このお寺がなぜ招き猫の寺として知られるようになったのでしょうか。実はこんなエピソードがあるようです。江戸藩邸に暮らしていた井伊直孝がある日、鷹狩りの帰りにこの付近を通りかかった時、一匹の猫を見つけました。その猫が自分を招いているように感じた井伊直孝が門内に入ると、急に天候が雷雨に。猫のおかげで雷雨を避けることができ、和尚さんのありがたい法話も聞くことができて喜んだようです。この井伊直孝と猫との偶然の出会いが招き猫伝説の始まりのようです。こちらが猫を祀った招福殿。豪徳寺では招き猫のことを招き猫と呼んでいるとのことです。そんな豪徳寺を実際に訪れてライブ配信をしながら紹介した外国人さんの動画が海外で話題になっていました。たくさんの招き猫やゆったりと歩きながら紹介する日本の街並みに外国人さんも興味津々のようで、たくさんのコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。それから実際の動画の URL は説明欄に貼っておきますので、後ほどご覧ください。海外の反応。面白いストリームをありがとう。
猫神社とか全部最高だよ。ありがとう。ああ、ライブテレキャストが見たいと思ってたの。今追いついたよ。散歩を楽しんだし、小さな猫たちを見るのも面白かったわ。シェアしてくれてありがとう。招き猫は持ち主に幸運を招くと信じられているありふれた置物だ。焼き物かプラスチックでできてることが多いな。この置物は猫の形で伝統的に三毛の日本猫だ。置物はお店やレストラン、パチンコ屋さん、クリーニングや他の商売のところに置いてあって、一般的に入り口に近いところにあるね。最近の招き猫は電気式で前足が前後に揺れるようになっているのもあるんだ。招き猫はいろんな色やスタイルがあって詳細が違っているんだ。一般的な色は白、黒と金だね。置物の他にもキーホルダーや貯金箱、芳香剤や花瓶などいろんなものになってるよ。招き猫は簡単にラッキーキャットって言われることもあるね。散歩をありがとう。この辛い時期に本当のハイライトになったわ。安全に旅行してね。お寺は間違いなく興味深いよ。ストリームでコンビニに入ってくれるのがいいね。すごくリアルな体験って感じがするんだ。ずっと続けては見られなかったから残りを見に来たよ。素晴らしい。おー、素敵すぎる。待って、何？猫寺へのお散歩を見逃したのか？あー、ラッキーキャットか。妹が一つ持ってるよ。おー、クール。これは知らなかったよ。はは、もし両手を上げてたらどうなるんだろう。左手か右手、どちらか一つは必要だな。とりあえず、どちらかは。両手を上げれる猫キャットが欲しい。猫を2回言ってることになるよ。猫は日本語で猫のことだから。日本で一番有名な猫はハローキティだと思ってた。興味深かった。アイラブ日本。一つ持ってるよ。だからハッピーさ。自分も一つ持ってるよ。最高だよね。招き猫についてずっと気になってたんだ。これは良かった。日本の手招きする猫はゲットしたことなかったけど欲しくなってきた。なんか楽しいよね。招き猫のアイデアが好きだな。イエス、招き猫は全然飽きることがないよ。アジア旅行に行った時に娘のお土産に買ったことがあるよ。娘も気に入ってくれた。招き猫って楽しいよね。僕の行くところリストにまた新しいチェックポイントが追加されてしまったよ。猫好きとしてはこういう小さいのが大好きだよ。招き猫って本当にキュートだよね。見たことはあったけどバックグラウンドは知らなかった。誰がこれを管理してるの？綺麗に並べてあって掃除してあるみたいだけど、どうやって雨に濡れずにいるんだろう。素晴らしい場所を私たちに見せてくれてありがとう。ありがたい。好きだな。でも素敵すぎるからあんまり話さない方がいいのかもって感じてるけど。以上が海外の反応です。招き猫が外国人さんにこんなにも人気があるとは驚きました。さて、皆さんはお気づきになりましたでしょうか。実は現在の当チャンネルのプロフィールアイコンはこちらの豪徳寺さんの招き猫の画像です。なんだか可愛いですよね。実は当チャンネルの運営さんも以前実際に豪徳寺さんに行ってお参りしてきたそうです。その時の写真がこちら。本当に招き猫だらけですね。皆さんにこうして応援していただけるのもこの招き猫さんのおかげかもしれませんね。ありがたいですね。そこで今日は皆さんのご多幸を願って私がお参りしますね。皆さんにいっぱいいっぱいいいことが起きますように。パンパンにゃ。はい、これで大丈夫です。皆さんもご意見や感想がございましたら、
ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。